東北電力は女川原発2号機の再稼働について今年9月頃を想定していると明らかにしました。安全対策工事は今年6月の完了を目指しています。これは東北電力が今日明らかにしたものです。東北電力は安全対策工事についてこれまで今年2月の完了を目指していましたが6月の完了を目指していくということです。これに伴い再稼働の時期は今年9月頃を想定しています。東北電力は今日午後2時から会見を開き詳細を発表することにしています。東北電力は先月女川原発2号機の再稼働が数ヶ月ほど遅れると発表していて再稼働の詳しい時期は精査するとしていました。